人間の体の 50% です。半分はこれね、筋肉でできています。人間の体の半分は筋肉でできています。今の西洋医学と呼ばれる世界では、ね、この筋肉以外の場所で起きる病気だとか痛みとかであれば大抵のものは、ね、治るようになっています。もうどんどんこう先人たちの研究だとかね、どんどん医学は進歩しています。筋肉以外であればほとんどのものは治るようになっているんです。ただ坂戸先生の研究っていうのは何をしても治らなかった人、どこに行っても治らなかった人たち、ね、こういった人たちを治すために研究をしている。じゃあどこに行っても治らないんだったら、じゃあこの半分の筋肉の部分で、ね、何かの異常が起きているんじゃないかと思って、この筋肉に特化して研究をしている研究者、世界的に見てもね、だいぶ稀な研究者だそうです。